名もなき光の実況者ルーダスです。さあ今回の動画から始まりました、当てにならない超フリーダムスローライフシリーズ、ルーダスどこへ。某坂道グループのバラエティのパクリじゃないよ。さて今回から始まるこのシリーズなんだけど、どういうシリーズなのか簡単に説明すると、録画を始めたらあとはもう自由気ままに進める。企画とか台本とか一切ないから、毎回何が起こるかは予測不可能。どんなユーザーと出会い、どんなアクシデントが発生し、そしてどんな感動が生まれるか、まあそういうシリーズですね。さて記念すべき第1回なんだけど、何やろうかな。まあとりあえず朝になったからちょっと外出てみようぜ。リスキーモブを追ってるのだろう。リスキーモブってなんだよ。あ、スコックフリュと、醜い男じゃないような読み方、シュウオ。シュウオのボガージャクロックミテイユ。何これ。地域の治安を乱す危険な敵であるリスキーモブを追っている人、それがモブハンターと。その討伐に成功すればと、同盟起床っていう報酬が与えられる。そのリスキーモブは危険度に応じてランク付けされていて、で S ランクは見つけるのさえ難しい。え、そんな敵いるんだ。森林の女王スコックフリュー、まあ、畑の虫を片っ端から食らうレディバグの女王スコックフリュー、その食欲はとどまるところを知らず、ついにはチョコボや人まで襲うようになったらしい。やべえなそれ、とんでもねえ虫がいたもんだな。固い広角に守られているため討伐は手こずりそうだ。そんな危険な奴がいるなんてな。しかもそれでランク B でしょ。え、A とか S とかどんな敵いんの。給食の傭兵ボガージャ。傭兵の職を求めて遥か西方の新大陸から渡ってきたものの、雇い主を見つけられなかったマムーシャ族傭兵がいる。ボガージャという名のこの傭兵は、職が得られないのは自分が醜い男だからなどではないかと激高、手当たり次第にリムソロミンさんの民を襲ってるらしい。え、自分がブサイクだからって、それにブチギレて片っ端から人を襲ってるってか。おい、それさ、自分になってすりゃいいじゃねえかよ。顔しっかり洗ったりとか、髭剃ったりとか、金かかるけど整形とかすればイケメンな顔になるんじゃねえの。なんでそんな努力せず人を襲うんだよ、こいつ。俺だって確かにブサイクだけど、さすがに人は襲わないでさ、毎回毎回動画投稿して頑張ってんだよ。ボガージャってやつもさ、まあ、もうちょっと自分磨きをすればいいんじゃねえの。最後、ランク S。局の工人。あー、ごめん、ちょっと読み方わかんないや。クロックミテイユ、頭頂部に茂らせた植物を何よりも誇りにしているグーブーがいる。毎日頭に新鮮な川水を注ぎ、肥料を振りかけて手入れする熱心ぶり。問題なのは独占欲が強すぎることだ。良質な栽培用の土を求めてやってきたものが次々と襲われている。栽培をしたいなら迷惑をかけずにやってもらいたいものだ。あー、じゃあ畑を耕せばこいつと出会う可能性があるってことか。てかこのゲームって畑耕せんの。なるほど、そういう敵が存在するのか。じゃあもしその敵と遭遇したら、まあ、相応の覚悟を持って戦わないとな。あれ、木人、あれこんなのあったっけ。過去の動画とかで何回も言ってるんだけど、さすが PC のグラフィックよ。木の質感とかさ、光具合とか、まあ、よう再現されてるなって思うね。もうまるで本物の木かよって突っ込みたくなるわ。まあ、ちょっと話しかけてみるか。あれ、あ、なんか戦闘始まったんだけど、敵なのこれ。なんかルーダスちゃんがさ、一方的にぶん殴ってんだけど木人を。なんかそれはそれでシュールだぞ。 FF3 の学者かよ。てかさ、全然ダメージ減ってねえんだけどこの木人。じゃあ敵ならちょっと攻撃してみようかな。あれ、なんかダメージ全然減ってねえな。あの木人にダメージを与えられないし、逆にあの木人もこちらを攻撃してくる気配はない。これあれか、要するにトレーニング用の敵ってこと。某大乱闘ゲームでいうサンドバッグ君みたいな、そういう役割なのかなこれ。じゃあジョブのコンボとかさ、そういうの試す時にはこの敵を使って、でそれで練習しろってことなのかな。うん、あれなんかすげえのある。ちょっと待って、ちょっと見させてくれ。え、何あれ。見ていいっすか近くで。ええ、何あれ。え、なんじゃありゃ。え、あれも乗り物なんだよな。腕の部分にユーザーを乗せて空を飛んでるってか。
こんな乗り物も存在するってことは、うわーすげえハイテクでかっけんだけど、俺もあれ欲しいな。でもなんか FF14 のストアでは売ってなかった気がしたんだよね。じゃあやっぱストーリーとか進めるとかして手に入れるしかないってことだから。ああ行っちゃった、バイバーイ。ああ止まった、場所移動しただけか。あ行っちゃった、さよなら。ん、あタイニーマンドどころ。ああ、そうそうそう、俺ね最近 FF11 の実況を始めたばかりなんだけど、この敵もね FF11 に出てきてたんだよね。 FF11 から逆輸入してこの敵がねここにいるってことなんだよね。まあ FF14 はね後に発売されたオンラインゲームっていうこともあって、グラフィックもやっぱり綺麗になってるね。この川のグラフィックとかさ、正確には水の表現か、何回も言うようだけど PC ゲームのグラフィック力半端ねえわ。そしてこの海の狂言ね、まるで本物かよっていうぐらいのグラフィックだよね。あ、入れちゃうここ、おーすげえ、この海の部分にもちゃんと入れるようになってんじゃん。あーでも正確にはちょっと浮いてる感があるんだけど、まあ、こうやって海の上もちゃんと走れてんじゃん。普通のプレイだとまずこんな海のところまで来るっていうことまず不可能なのに、ちゃんとこの水しぶきの表現まで細かく設定されてるなんて。そしてこのバイクの表現力、これもやっぱり素晴らしい。多分この先も何回も言うだろうけど、まあみんな我慢しててくれ、それくらいこのグラフィックすごいんだ。あれモブハンターって確かさっき出会ったよね。このエリアはこのエリアでまた別の敵がいるってことか。行動の吸血王バーバステル、おぞましい吸血コウモリバーバステルはブライアンドアイアン行動の主とも言える存在だ。ブライアンドアイアン行動、そんな名前のエリアあるんだ。レッドルースター農場の家畜が干からびた変死体で発見された事件もバーバステルにより仕業と考えられている。過去に農場みたいなエリア行ったことあんな。あの近くにいるってことか。ランク A、なんかのお話の怪獣、ウンクテヒ、モラビー湾岸地域に古くから伝わる伝承がある。それは海から人食いの怪物ウンクテヒが上陸してくるというものだ。長らくこの伝承は子供を叱るためのお話と思われてきた。しかし近年になって怪獣の目撃情報が多発、周辺住民から不安の声が上がっているようだ。おとぎ話が現実になったってことか。で最後ランク S、 不肖な大釜ケロゲロス、なんかポケモンにそんな名前のやついそうだな。イエロージャケットがある婦人から夫の捜索を依頼された。ケンの夫はなくした指輪を探しに出かけたらしい。婦人は夜遅いからと止めたそうだが、夫は月明かりがあるから大丈夫と忠告無視してな。結局必死の捜査も虚しく夫は見つからなかった。彼が姿を消した場所の周辺で見つかったのは一匹の声太った大ガエルだけだったそうな。月明かりがいいってことはなんか晴れた夜の日にこいつ現れるってことなのかな。お、超合金ジャスティス、お、なんかすげえかっけえ名前のやついる。おお、なんか見た目的になんかアレクサンダーっぽいけど、こんなミニオンも存在するんだ。ミニアレキサンダー、ちゃんとしたアレキサンダーもミニオンで出てんじゃん。なんだなんだ、お、すげえすげえ、崖が慣れてるこの人。なんか音符のエフェクトとかなんかすげえかっけんだけど、楽器なんて弾けちゃうんだこのゲーム。どうやって弾くんだろう楽器なんて、俺も一回弾いてみてえな。あれ、何やってんのお前だって。なんかすごいバフがいっぱい。カンパニーアクション、食事効果時間延長、食事の効果時間を延長する状態で、テレポ割引、テレポに必要なギルが割引された状態。なんか増えた。インナークワイエット、加工系のアクションが成功するごとに加工精度が上昇する状態。イノベーション、
加工効率が上昇した状態。ベネレーション、作業効率が上昇した状態。なんかすごいバフがなんかいっぱいついてんだけど、この人。経験値アップ、クラフター専用。クラフターの経験値が上がりやすくなってる状態。マンダビルゴールド操作ポイント獲得量が上昇する状態。よし、ひとまず第1回目はこんなところでいいだろう。これ以上やっちゃうとね、まあ、次以降のネタがなくなっちゃうからね。では、今後もこういう感じで、まあ、雑談とか、そういうのをしながらダラダラと自由気ままに進めていきたいと思いますので、次の動画もどうかご覧いただけると嬉しいです。というわけで、当てにならない超フリーダムスローライフシリーズ、ルーダスどこへ、第1回目はここで以上となります。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。